2番線をこの橋メロディーなんやな。おはようございます。今日は10月8日の土曜日です。今は東京から総武本線の特急列車に乗って千葉駅に向かっています。さっきからキュッキュキュッキュなっておりますが、これはカメラの外付けマイクのマイクカバーが窓に擦れる音です。おお。ここは錦糸町です。さっきミュージックホーンが鳴りましたが、さっきのミュージックホーンは僕が JR 東日本の特急列車で一番好きなミュージックホーンです。長子行きです。次は船橋に停まります。この日はちょっと曇っていましたが、僕の気持ちは晴れております。今からどこに行くのかというと、千葉県の五井というところに向かっています。この列車は五井には止まらないので千葉で乗り換えます。千葉に到着です。ここから普通列車に乗り換えます。さあ千葉に到着です。ここで発車メロディーになるかと思ってずっとカメラを構えてたんですが、全然なりませんでした。僕らが乗ってきたこの特急は総武本線の終点銚子まで行きます。終点銚子からは 6.4 キロを20分で走る銚子電鉄が伸びています。その銚子電鉄も次の次ぐらいの動画で多分出すと思います。こうご期待。ご案内いたします。今度の7番線に参ります列車は8時14分発。列車は8時24分発内房線直通普通木更津行。千葉駅を出発しました。ここから五井駅まで20分もありません。あれか、人なあ、人いっぱいおる。あ、古いやつじゃん。古いやつだよ、トロッコ。なんかトロッコみたいなもんや。おお、着いた。千葉の駅でさっきの発車メロディーがフルで鳴ってるのは聞いたことありません。小湊鉄道との乗り換え時間はわずか7分です。おお、むっちゃかっこいい。かっこいいな。声裏返った。あ、サブ使ってるんや。おお、すごい。お父さんとキハ200来たらええなって言ってたらほんまに来ました。思ってたか。うん。帝国通り五井駅を出発。おお、上な。
港鉄道は五井駅と上総中野の移動手段みたいな感じだったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。お、47止まってる。じゃあ40やった。お、オルゴール流れるんや。上総村上駅を発車。反対側のホームにはめっちゃ古い小湊鉄道の新車が止まっていました。馬立を発車しました。ここは里見駅です。ここで弁当とかを売っていました。今なんでこんなにゆっくり走ってるのかというと、頑張って峠越えをしてるからです。
カズサクボの次にカズサがつくのはカズサ大久保やな。カズサ大久保まで来たら終点のカズサ中野はすぐそこです。カズサ中野の一個手前、養老渓谷です。ここで結構なお客さんが降りていきました。この養老渓谷のジリリリっていう発車ベルは日本でも数を減らしています。聞けてめっちゃ良かったです。終点のカズサ中野です。今回は五井からカズサ中野までこれだけで行きましたが、この小湊鉄道をメインにするのもめっちゃいいかもしれません。このキハ200が引退する前にもう一回ぐらい見たいなと思います。次回の動画の出発地点はこのカズサ中野、いすみ鉄道のキハ28の動画です。次回いすみ鉄道キハ28に乗るデュエルスタンバイ。